これ向こう側ってことか。はい、ローラーと見せかけて次のターンシェリフ CO をすることでインポスターを絶望させる、そういう作戦です。ちなみに僕はシェリフです。クローメイトのシェリフ、エンジンターン脇、ナイス、ありがとうございます。ナイス。伊豆さん、フキフキ入らなかったっすか。え、お、あ、あ、はい、早かったです。アシュさん、おかあああああ、あんまりそういうの言わんほうがいいと思う。伊豆さん切っちゃおうかな。いや、ここはあえて足湯さんか。そもそも切るボタンはある。伊豆リンゴ慎太郎、金庫タスク早くないですか伊豆さん。おお、すごい交通量が激しい。内房内房内房、ナイスボタン、めちゃめちゃ人おった。ありがとうございます。畑迫さんってメイン脇ですか。いや、キッチンです。人外です。あー、人外。いや、なんか壁に埋もれた畑迫さんが6秒ぐらいいて、そこからピュッていきなり消えたんで。あ、なんかさっき僕もなった。あるある。あ、さっきゲンさんも壁埋まってましたよ。あなたはさ、なんかどう証言しようかなって思ってました。ラグは得意なんで。はい。おお、すごい入るな。マリカからの流れ。たわき。何？五尺な。あたさこはしゆ。五尺な。赤メタスナパイ。あたさこはしゆ、赤メタスナパイ。これ向こう側ってことか。はい、スナパイさんでしょこれ。おー、はい、はいはいはい。コックピットで発見です。コックピット、ほぼスナパイさんに見えます。うん、いや、ミヤちゃんとコックピットですれ違いになったはなったけど、うん、え、その時赤メタさんっていなかったじゃない。赤メタさんは多分コックピットのダウンロードの方向に走っていったように見えていて、僕がコックピットから出るときに、スナパイさんがコックピットに入っていきました。で、そのタイミングで扉が閉まって、僕は武器庫でダウンロードしていて、で、コックピットの方行ったら光ってって感じなんで。あ、じゃあ引き返したんだ、またコックピットで。そう、なるほど。でも下位置が違うかも。で、足湯さんも畑迫と一緒に動いていたはずだが、足湯さんの下位見てます。おお、僕がレポートしたと思ったら色違ったから不死身だったってこと。なんかミーティングのボタン前で死んでます、アシュさんは。ミーティング？ミーティング。ミーティング。上、ボタン上。もうアルリン隠しろですね。あと慎太郎さんもいました。向こうより気にいますね。はい、あ、はい、そう、見てます。あれも、あれも俺は？え、あ、いや、伊豆さん。うせやろ。いや、まあ伊豆さんはでも私エレキに置いてきた認識。だからむしろ私の方が今。2つのお肉には近いとか勝手に思っていたけど違う。まあ、僕強靭ダンスしてたんです、エレキでみんなに、うん、ました。で、一応最終相手は伊豆だったから、まあ一番最後まではいたかもしれない。あ、でもその足湯さんに関してはマジで直近なんで、直近なら足湯さんの方は知らんてやってる人は大丈夫。うん、はい、あ、直近なんだ。足湯さんの方は5秒以内ぐらいだと思います。それは生きてる足湯さんを見たからってこと。そうです。で、配線やって終わったらレポート光ったんで、どこだと思って探したらボタン上にいたって感じ。
まあ、今回スナパイさん対抗でいいです。まあ、停電中の、うん、それは間違いない。多分下位置違うと思う。うん、スナパイセムセン、伏見君のマットもあるかもしれないってことですかね。まあそれはある。だから、うん、釣るなら今しかないって感じ。だからこのターンスキップだけはやめてほしいっていう。うん、停電中に戻ろうとしませんやん。エルキが見たアルリン・シンタロウ、3人だけでしたっけ、白。僕はちょっとシンさんは見えてなかったけど、リンさんは絶対無理。はい、僕はリンアルどっちも見てるんで。リンゴさんもいたんですか、エレキに。リンゴさんは最初だけいて、最後はもうシャワーにいます。うわ、こんなに差つくんだ。ローラでお願いします。頼みます。はい。ローラーと見せかけて、次のターンシェリフ CO をすることで、インポスターを絶望させる。そういう作戦です。まあ、スナパイさんの白は、まあ、ありえないかな。扉閉まってるからね。ちなみに僕はシェリフです。みんなのことを信じた上で、まあ、全員投票してるんでね。OKOK、okay, okay。まあ、でもスナパイさんへの1票が多分藤宮さんだからな。そうですね。なんでまあ足湯さんの方を詰めれば巨人ダンスしといた詫びとして、今定量直したんで僕は巨人じゃないです。はい、まあ、はい、エレキ4人本当なら、うん、ゲンさんとリンゴさんと、まあ一応僕、うんうん、そうですね、私とリンゴさんがほぼ同時にメインに上がって、で多分リンゴさんが右方向、私が左方向に抜けてるんですよ。はい、私ゴミ箱タスクやった後にエンジン行って宿舎行ったぐらいで終わりで、宿舎のドアは2つとも開いてました。下と右。ゲンさんが左なんですか。はい。あ、ゲンさん左でリンゴさん右。てかまあ正確に言うと左でリンゴさん見てないからリンゴさん右だろうという予想です。はい、うん、はい、右です。うん、なら弁当使えそうなのはゲンさんの方が近そうな感じはしますけど。そうっすね、カタさんの情報が真ならぽいですね。シェリフさんどこ行きますか。これはゲンさん、リンゴさんだとゲンさんの方ができやすそうってことね、うん、私釣って終わんないのでリンゴさんまで釣れば、藤宮さんのシェリフノットリー以外、あ、でもハザコさんのマットとかあるのか。まあ別に待ってもいいんじゃないかな、ね。まあ、藤宮くんがさ、その足跡そこを見たのってどの辺なの。うん、コックピットからエンジンの方に抜けていくのが本当序盤かな。これがエンジンからコックピット行こうとした時ぐらいだったから確か。まあだったら畑さんのマットは拭えないからね、ワンチャン下位置メインとかだったらエレキ組も怪しいからね。下位置がメインだったらメインのままでよくないですか。てか畑さん、畑さんがマットで、がマットだった場合はご自身が多分容疑者を絞る位置関係にすると思うんですよね。でメインで、メインっていうより、あのミーティングで直近って言った方が畑さんご自身の釣られやすくなると思うんで。あ、なるほど。釣られちまってる気がする。ゲンさん行きましょう。いや、釣るの？ゲンさん。マジか。あら。メインにすれば確かに容疑者は広まる。ああ、まあそれのまあ分からん、ね、うんうん。俺スケープ入れちゃった。ソーリー。まあ8なんでね。僕の代わりにローラーということで。はい、あ、シュウさんマット。あ、シュウさんマット。はいね。いろいろ大変なことになった。よし、では次参ります。はい、はい、お願いします。完璧なシェリフでしたね。お二人はクリスマスどう過ごされたんですか。クリスマスはもうチキンを食ってました、一人で。素晴らしい。私はアモアスしてました。さすが99。アモさんは席のアップロードでエレキで終わってます。パートナーシップ契約結んだ方が、僕はそれすれ違ったのに最後バイタル見ておしまいです。嬉しいですね、ゲンさん、はい、さっきゲンさんにクリスマスの過ごし方聞かれたんですが、はい、ゲンさんはどう過ごしていたんですか、一体。いや、私も配信してましたから普通に。ああ、ゴールデンタイムもいつも通りです。いつも通りです。いつも通りです。いつも通り。うん。
いつも通りでいいんですか。クリスマスという大切な日をいつも通りに過ごしていいんですか。これでも藤宮さんこそ共感していただけると思うんだけど、はいはい、クリスマスだからって気合い入れるのちょっと違くないですか。あー、気合い、まあ確かに、そう、なんか年中ね、なんかまあいい感じの方が良くないですか。年中いい感じ。去年クリスマス一緒やったもん俺と。そうですよ、サパさん。なんで俺に共感を求めたい。おい。今月そんな要素ある俺に。俺は記念日を大事にしない系だと思われてる。私でも高度な煽り。アルマ慎太郎。藤宮さんにはわからないか。伊豆くんか。はい、あ、藤宮もお帰りなさい。おいっすー。なんか久しぶりだね、藤宮に関しては。そうっすね。なあ。出迎え役が。あ、お帰りなさい、リンさんもね。すいません。全員にやる。なんで謝るんですか、リンさん。すぐ謝るのは良くないですよ、リンさん。そうですね。はい、お帰りなさいよ、皆さんね。おじさん、ただいま。お帰りなさい。はい、ズさんもお帰りなさい。お帰りなさい。おい、なんかお年玉くれそう。おじさん。さあ、みんなここに並べ。やったはい、アルマもお帰りなさい。ああ、うん、ただいまです。はいよ。お父さんいるよ。お父さんなんでね。早く帰ってきなさい、慎太郎。あ、帰ってきた。お帰り、しんちゃん。慎太郎みんな来ている。あー、変なお帰り。なんかあったかいな、今日。